山奥に9平米の小さな小屋を作り、俗世間と距離を置いて花鳥風月をめでながら、お金も持たずその日一日を幸せに暮らす。こんにちは、リノです。山奥での小屋暮らし、キャンプの理想形のような暮らしですよね。その暮らしを誰がしていたかというと、800年前の歌人、賀茂長明です。賀茂長明が書いた方丈記、教科書に載っていましたよね。冒頭部分は読んだことはあっても、方丈記全編を読んだ方は少ないと思います。読んでいても詳しくは覚えていないのではないでしょうか。この方丈記、800年前の話なのに、今の令和の時代に読むと、時代がリンクして繰り返しているようで、すごく面白いです。特にキャンプをしている人には、教養として一読してほしいと思っています。きっと共感する人がたくさんいると思うので。とはいえ、方丈記は昔の言葉で読みにくかったり、時代背景や賀茂長明の生い立ちを知らないと、しっかりと面白く読めません。だから私のサブチャンネル、リノのおやすみラジオで、賀茂長明の方丈記を解説、現代語訳して分かりやすく要約しました。内容が面白かったので50分という長さになってしまいましたが、学校の授業を受けると思ってぜひ見てみてください。50分はちょうど高校の授業と同じくらいの時間ですね。授業中の居眠りも OK です。サブチャンネルはお休みラジオなので、もし寝てしまったら別の日に最後まで聞いてみてくださいね。ディノキャンプを見てくれている人なら、絶対に面白い、見てよかったと思ってもらえる内容です。方丈記は小屋暮らし、度重なる災害の詳細な記録、自然をめでる気持ちと、私がリノキャンプで発信している内容とほとんど同じテーマ。それが800年前に書かれた書物で、それでいて全く時代のギャップを感じさせない、むしろ今の話をしているように感じます。東日本大震災、リーマンショック、コロナのパンデミック、今の日本には自然災害と人災が立て続けに起こっています。方丈記が書かれた800年前にも、同じように複数の自然災害と人災に見舞われました。そういうことが起こると人々はどうなるのか、賀茂長明の視点を通して800年前の日本を覗き見ることができます。歴史は同じことをずっと繰り返しているんです。歴史から学べることが必ずあると思います。賀茂長明の方丈記、解説と現代語要約、概要欄のリンクや終了画面からぜひご覧ください。いつものキャンプ動画とは趣が違いますが、おやすみラジオは耳で聞く教養チャンネル、寝る前にでも聞いてみてくださいね。キャンプ動画ではありませんでしたが、最後まで見ていただいてありがとうございます。ディノキャンプ、ディノのおやすみラジオともに、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。